はい、こんにちは。心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは、最高の幸福感、共同体感覚とは、最高の幸福感。本当に最高なのかと問われたら困ってしまいますけど、幸せの形はね、人それぞれですからね。でもね、少なくともラッキー自身は、共同体感覚が最高の幸福感であり、幸せになるための一番の近道だと思っています。 では、共同体感覚とは何かというと、もともと共同体感覚はアドラー心理学の言葉です。アドラー心理学において、共同体感覚は、悟りの境地みたいなものです。最高の幸福とは、共同体感覚を持って生きることですよ、とアドラーも言っているんですね。というわけで、共同体感覚についてお話ししていこうと思うのですが、残念なことに今回の話は、わかる人にはわかるし、わからない人にはわからない。 うん、実は大きな声では言えないんですけど、有名な心理学の先生の本を読んでいても、共同体感覚のことを勘違いしているなという先生が意外と多いんです。でもね、普通のおばあちゃんでも共同体感覚をしっかり理解している人もたくさんいるんですね。なぜかっていうと、共同体感覚は感覚だからです。梅干しを食べたことがない人に、梅干しを食べた時の感覚はわからないですよね。感覚は、 学ぶのも教えるのも難しいんです。でもね、逆から言えば、その感覚を一度つかんでしまえば、もうこっちのものです。感覚ですからね、分かってしまえば簡単なんです。というわけで、どのように伝えたら分かりやすいかなと頭をひねった結果、簡単な物語にしてみました。自力と他力というお話です。これが分かれば共同体感覚を理解したのも当然ですからね。すぐに終わりますので、少々お付き合いください。 昔々のお話です。六兵衛さんは大阪から江戸まで行くことになりました。当時はまだ道らしい道がなかったので、自力で草をかき分けて進んでいくしかありません。川には橋がかかっていないので、自力で泳いでいくしかありません。もちろん飲食店はないので、自力で食べ物を調達します。その結果、江戸に到着するまでに100日間かかりました。 この場合、六兵衛さんは、誰の力も借りずに、すべて自力だったので、自力100%っていうことになります。数年後、六兵衛さんは、再び大阪から江戸に向かうことになりました。前回とは違って、所々の川に橋がかかっています。地元の人たちがお金を出し合って橋を作ったそうです。また、所々に茶店もできていました。腹ごしらえを簡単に済ますことができます。そのおかげで、江戸まで70日で到着。 前回より30日も短縮できたわけです。ということは、自力が70%、他力、他人の力が30%っていうことになりますよね。うん、OK ですね。そしてさらに数年後、六兵衛さんは大阪から江戸に向かうことになりました。今度は地元の人たちの協力で、道がきれいに整備されていました。宿場町も出来上がっており、夜はゆっくり休むことができます。歩き疲れた時は、カゴを使うこともできました。 そのおかげで、江戸まで30日で着きました。最初より70日も短縮できたわけです。ということは、自力が30%で、他力が70%っていうことになりますよね。このように考えていくと、現代の私たちは自力が何になるのでしょうか。ここからは僕自身の話で恐縮なんですが、少し前に名古屋から伊豆まで日帰り旅行に行ってきたんですね。全部自分で運転したから、自力が100% と思ってしまうんですが、全然そんなことはないんですね。例えば道路。綺麗な道路をスムーズに走れるのは、炎天下で工事をしてくれる人たちのおかげなんですね。そして税金を払っている国民の皆様のおかげなんですね。それから車。車も僕が作ったんじゃないんです。車メーカーの人が作ったんですね。整備するのも車屋さんです。 ガソリンも僕が取ってきたんじゃないんですね。世界のどこかで誰かが石油を掘ってくれて、遠い国から船で運んでくれる人がいて、それを声優してくれる人がいて、ガソリンスタンドまで運んでくれる人がいて、僕の代わりに頑張ってくれる人がいて、そのおかげで車を動かすことができるわけですね。それから着ている服もそうですよね。服に靴下、下着、それから靴もですね。これらがなければ外出できないわけですけど、何一つ自分で作ったものはありません。 それから、コンビニや道の駅。あちこちに24時間営業のコンビニや道の駅。それから、高速のパーキングとかもありますよね。そういうものがあるから安心して旅ができるわけです。トイレに行きたいなとかね。ちょっとお腹空いたなとかね。もしもトイレがなかったら、とてもね、伊豆まで行こうなんていう気にはなれませんからね。こうやって考えてみると、自力というのは、せいぜい0.1%ぐらいなんですね。ほとんどが他力。 世の中の人たちの力に支えられて、伊豆まで日帰り旅ができたわけです。これね、旅だけではなくて、コーヒー一杯でも同じなんです。ね、コーヒーを自力で作ろうとしたら、まずはコーヒーを育てなければならないですよね。ブラジルに行って、種を取ってくるところから始めなければならないんですね。そうなると、自分で船を作らなければならないわけです。 その材料や工具、それから設計図、うん。設計図を書く紙だったりペンだったりね。それも自分で作ると考えると、コーヒー一杯ですら自分で作ることは不可能なんですね。自力では無理なんです。それらの作業をどこかの誰かが自分の代わりにやってくれているから、普段簡単にコーヒーを飲むことができるわけですね。それからね、コーヒーだけでなくて、世の中のすべてのものが同じなんです。 例えばキャベツでも牛肉でも電車でも石鹸でもね、それから綺麗な水、一から自分で作ろうっていうことはまず不可能です。多くの人に支えられて初めて可能になるわけですね。今こうしてね、YouTube で情報をお伝えしていますが、これもパソコンを誰かが作ってくれたおかげなんですね。それからインターネット回線を24時間管理してくれている人のおかげ。 あとね、それを動かすための電気、電気を作るために、今この瞬間も奥深い山の中で24時間管理してくれている人がいるんですね。その人たちに助けられて、こうして情報をお伝えすることができるわけです。私たちは一日を一生懸命生きているわけですが、それでも自力はせいぜい0.1%くらい。 もしも電車も道路もなければ会社に到着するまで何日かかるかわかりませんからね。99.9%は他の人の力によって支えられているというのが現実なんですね。この現実をしっかりと受け入れた時に共同体感覚が目覚めてくるわけです。人間は弱くて限界のある存在なんだ。自分は一人で生きてはいけないんだ。すべての人の協力で毎日の生活が成り立っているんだ。そして、 自分が生きていられるのは皆様のおかげなんだ。微力ながらも自分も恩返しをしていこうという気持ちになれる。これが共同体感覚です。さらに共同体感覚を磨いていくと、心からの感謝の気持ちが湧いてくる。おにぎり1個でも歯ブラシ1本でも手間がかかってるなありがたいなとかね。それから人間を好きになる。工事現場を見ても、あ、共同体が一生懸命頑張ってくれてるなありがたいなとかね。 電車でも飲食店でも、うん、それからね、うん、救急車でもね、みんな頑張ってくれてるな、ありがとうとかね。そして三つ目の使命感。感謝の気持ちで心が満たされてくると、自分も共同体の一員として頑張っていこう。命の恩人に恩返ししていこうっていう気持ちが自然と湧いてくるものです。その結果、毎日を幸せに生き生きと生きられる。これが共同体感覚の効果です。 長い長い説明になってしまいましたが、実はこの共同体感覚をたった2文字で表現した言葉があるんですね。それがこちらです。自分。自分の分って何だろうと思いますが、自分とは自身プラス部分なんですね。何でもいいんですけど、例えば心臓の細胞。心臓の細胞は細胞自身であり心臓の部分なんですね。心臓という共同体に所属しなければ生きていけない存在なんです。 そして心臓は心臓自身であり同時に私の部分でもあるんですね。私心臓が強いから時々一人で心臓が散歩していますとかね。そういうことはないですよね。心臓は私という共同体に所属して初めて生きていける存在なんです。同じように私は私自身であり同時に人類の部分なんですね。人類の協力があって初めて生きていけるのです。そして人類は人類自身であり同時に地球の部分。 地球は地球自身であり同時に宇宙の部分。こうやって考えていくと全てのものは繋がっていて全てのものは共同体なんですね。この中のどれか一つが書けるだけでも自分は生きていけない。共同体のお世話にならなければ自分は存在できない。自分が自分でいられないっていうことですね。だから漢字で自分と書くんですね。さらにもっとすごいので共同体感覚をたった一文字で表現した言葉があります。それがこちらです。 オン,オンという字は四角い部屋の中に大の字そして心ですねこれをイラストにするとこんな感じです私がこんなにのんびりと過ごせるのは誰のおかげかなと考えている状態この家は大工さんが一生懸命作ってくれたんだなとか扇風機も座布団も毛布もどこかの誰かが作ってくれたんだよなとかねああありがたいなそんな状態がオンという感じなんですねもう一つついでに幸せ 幸せっていう言葉も共同体感覚を表しているんですね。幸せはし合わせ、仕事合わせですね。つまりみんなの仕事が一つになった時に初めて世の中の人々が幸せに暮らしていけるっていうことです。まさに共同体感覚ですよね。深いですね。というわけでここまでの説明で共同体感覚がどういうものかを知ることがきっとできたと思います。次に共同体感覚の磨き方。 磨けば磨くほど幸せになれますからね。じゃあどうすればいいのかっていうとやり方はこれしかないと思います。一つ一つ想像をめぐらす。例えば歯を磨いている時に歯ブラシってすごいよな。どうやって作るんだろうな。とかね。もしも歯ブラシなかったら歯がボロボロだろうな。とかね。それから目の前のね、鏡が綺麗だな。誰が作ってるんだろう。とかうん、宅配便が来た時でも翌日に届くってすごいよな。とかね。私が寝てる時も夜通しでトラックを運転してるのかな。とか。 道路工事を見ても、あ、共同体が頑張ってくれてるな、朝から晩までご苦労様ですとかね。それから食事。食事が一番やりやすいです。サンマはどこから取ってくるんだろうこれで150円じゃすごいよなとか、たくわん一つでも手間がかかってるんだろうなとかね。一つ一つに思いを馳せるわけです。福井県に有名な永平寺ってありますよね。僕も好きで時々行くんですけど、禅の修行道場です。そこの海祖道芸はこんなことを言っています。 目の前に置かれた食事が出来上がってくるまでの手数を考え、その食事を受けるに足る正しい行いができているか、事故を顧みながら食せ。うーん、共同体感覚を忘れちゃいけないよ。ちゃんと恩返ししていこうねっていう教えでしょうね。ちなみに、食べ終わった時にご馳走様って言いますよね。この地層っていう漢字は、忙しく走り回るという意味です。 世の中の皆様が忙しく走り回ってくれたおかげで食事にありつけました。これを短縮した言葉がごちそうさまなんですね。このように一つ一つに思いを馳せて共同体感覚を磨いていく。磨けば磨くほど幸せになる。では具体的にどのような幸せがやってくるのかをちょっとまとめてみました。共同体感覚のメリットということで代表的なものを4つ。 一つ目は心から感謝できる。例えば靴下一枚でも消しゴム一個でもこれすごいなぁどうやって作るんだろうなぁありがたいなぁとかね。なんだかすごく価値のあるものに思えてくるんですね。それから二つ目の人間を好きになる。人間すべてが自分と同じ共同体ですからね。みんな協力し合って生活している仲間。それをしっかり理解できた時自然と人間を好きになっていくものです。次の三つ目のやる気が出てくる。 自分は共同体にすごくお世話になっている。共同体は命の恩人だとかね。そう思えた時に、微力ながらも自分も恩返しをしていこう。社会に貢献していこう。人を笑顔にしていこうとかね。そんな感じで気持ちが自然と湧いてくるわけです。そして最後の四つ目は、食べ物が美味しくなる。 これは簡単なことなんですけど、例えば、まん1枚や味噌汁1杯であっても、それができるまでの手間だったり、それから農家さんの笑顔とかね、そういうのを想像しながら食べると、不思議なもので、今まで以上に美味しく感じるものです。あとね、ここには書かなかったんですけど、もう一つだけメリットがあると僕は思うんです。それは、多くの人が共同体感覚を身につければ、世の中が平和になるっていうことです。世界中のみんながお互いに支え合っている仲間ですからね。 少し前にテレビを見ていた時に、香山雄三さん。香山雄三さんがお寺でロケをしていたんですけど、その時にこんなことを言っていました。人間はたった一人では生きていないんですよ。全部関わって、いろんな人に助けられて、そういう心になっていくことの大切さ。みんなの心がつながって、すごく幸せになるなと、つくづく思うんです。 この言葉もね、共同体感覚は大切だよね。多くの人が共同体感覚を身につければ、すごく幸せな世界がやってくるよね、ということでしょうね。50年以上も芸能界のトップに君臨する人は、やっぱり言うこと違うな、考えていることが違うな、とね、びっくりしました。というわけで今回のまとめです。一日を一生懸命生きたとしても、自力はせいぜい0.1%程度。人間はたった一人では生きていけない生き物。私たちは他の人の力に支えられて暮らしているわけです。 その現実をしっかり認識したときに共同体感覚が芽生えてくる。自分が生きていられるのは皆様のおかげだ。微力ながらも自分も恩返しをしていこうとね。さらに一つ一つのものに想像を巡らしていくと共同体感覚が磨かれてくる。ますます幸せになる。ではどんな幸せがやってくるのかっていうと心から感謝できる。人間を好きになる。やる気が出てくる。食べ物が美味しくなる。 その結果、毎日を幸せに生き生きと生きられるというお話でした。うまく伝えられたかどうかわかりませんが、たった一人でもね、この話を聞いてよかったなぁとね、思ってもらえたらラッキーも嬉しいです。というわけで今回はここまでです。チャンネル登録ボタンをポチッと押していただけるとラッキーも喜びます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。